その払いが動きを見せて、さあ競争いよいよ3周回目と払い入ります。3番の外田を7番の払いが抑えに行くんですが、外田はあくまで突っ張る構えか。さあ両者がもがき合いつつスピード上がっていきまして、2コーナーからバック戦、さあ間もなくでしょう。3番の外田新都がここは7番の払いに突っ張り切れるかどうか。7番の払いも懸命に外踏んでいく。2番の八木がどうやら四国勢の後ろ3番手にスイッチ。4番のアダニアは現在降りての後方の5番手位置です。7番の払いは前を叩けず、外コース交代。最終周回の1センターから2コーナー回っていきます。さあ3番の外田、5番の佐々木、その後ろ2番の八木浩二、バック戦から3コーナー。さあ3番の外田新と力を見せる突っ張り先行。4番のアダニアが後方から追い上げていきまして、2センターでは3番手の外、空いた内のコースを2番の八木がついていったんですが、2番7番落車。5番の佐々木で行きはまずは抜け出し1着、2着争いどうか。1番の長谷がうちの子をそう伸びていますか。さあ7番の立部は依然4番手初手のポジションから変わりません。1番の穴井が最後尾ですが、赤番周回入るところで7番の立部が動きを見せました。3番車の村上が突っ張ります。ここで1番の穴井は4番手へとスイッチです。立部ラインは5番手以降後方と変わりました。さあ2コーナーからバックへと向かっていきます。3番の村上が7番の立部を出さず主導権を維持したまま鐘を聞いての3コーナーです。さあ7番の立部がどこで反撃に打って出るか。このまま3番の村上が主導権を握り続けるのか。4コーナーを回りまして競争はいよいよ最終周回。さあジャン4発進か。後方から7番の立部が仕掛けてはいくんですが、3番の村上は自分のペースに持ち込んでいます。1番の穴井が4番手、さあ外のコース7番の立部が2コーナーから3番手2番手とさらにまくり上げて攻め上げるものの、3番の村上がかかっているか。5番の棚橋のブロック、7番の立部は懸命にまくり上げていきまして、どうでしょうか。番手のアウト、ここがどうやらいっぱいか。4コーナーから直線コース、先頭は3番の村上、3番の村上が押し切って7番の立部は2着まで。さあ3番の岩谷がアクションを起こして、4コーナーから3周回目赤番のホームを通過するところ、2番の今度を抑えにかかります。2番の今度も突っ張る構えではありますが、ここは福岡勢まずは出て一旦連結発した地元を1番の小原追い上げていきます。6番の赤星までどうやら九州勢できました。2番の今度は5番手に車を下げて鐘が入ります。さあ岩谷高平その後ろ、1番の地元小原、そしてしんがり6番の赤星と清水まで出切りまして、2番の今野勇気は現在前と2車身車間を切っての5番手から巻き返しを図ります。さあ競争はいよいよ最終周回です。3番の岩谷が逃げる展開、2番の今野がそこをまくれるか。番手の外、5番の高平がどうやら2番の今野をさばききりました。地元1番の小原が3番手、その外で2番の今野が粘って3番手に割り込んできた。さあ先頭は3番の岩谷、その後ろ5番の高平、どうやら福岡ワンツー体制、3番手は2番の今野で、4コーナーから直線です。3番の岩谷、5番の高平、高平食い下がって3番5番、3着を2番の今野です。縦一列の体型、4コーナー回っていきます。5番の前田義和自ら前取り出まして、初手の位置は先頭、中段から四国勢が上がってきます。まずは1番の小原が5番の前田を抑えてイン切りです。ここを6番の山崎がさらに抑えていきまして、岡山コンビが前2人と変わって2コーナー回ります。3、4番手中段が四国勢、そして九州勢は前から下げての5番手以降です。さあ鐘が入りまして、3コーナー6番の山崎が先頭で流しています。1番の小原は中段3番手をキープ、5番の前田は5番手まくりに構えまして、競争は最終周回九州勢5手に回りました。最終1コーナーから2コーナーへとスピードアップ、6番の山崎俊也が2車でもかけて、番手は4番の連仏も車間を切ります。2角3番手1番の小原がまくっていくも、4番の連仏ブロック受けながらも1番の小原はスピードを乗り越えていく。そして後方5番の前田義和がまくり追い込んでいくものの、ちょっと厳しいか。2番の吉田がコースを探る、まくり切って1番の小原、1番の小原先頭、まずは押し切り勝ち。2着どうか。2番の吉田が外伸びているようです。第4レース A 級初日特選レースです。さあ4コーナー回っていきまして、
3番の平尾が先に動いたものの、1番の月森が5番の津村をまずは抑えます。さあ5番車の津村は車を下げます。3番の平尾が外のコースを上がります。1センターから2コーナー、さあ3番の平尾、地元7番の安藤、両者がまずは前に出て残り1周半の鐘が入りました。1番の月森は3番手、そして5番の津村が後方の6番手です。1番の月森は津村の出方を警戒しています。4コーナーを回って競争いよいよ最終周回、3番の平尾が7番地元の安藤を連れての先行策です。1番の月森は3番手、そして5番の津村はどこで行くかの6番手。1センターから2コーナー、5番の津村が仕掛けていく。2番の稲石、口が開きました。3番手から1番の月森が仕掛ける。7番の安藤がブロック。さあその煽りを受けつつも5番の津村が1車でソフトをまくっていく。1番の月森と少し絡みがありまして4コーナーから直線です。さあ先頭を5番の津村か1番の月森か、5番の津村が押し切って2着に1番の月森、3着4番の優勝かが。5番の小川城太の上昇に4番の瀬戸栄作がどうするか、まずは突っ張っていきますか。5番の小川それでも前を抑えるか、どうやら4番の瀬戸が突っ張って5番の小川は一旦5番手まで車を引きます。さあ初手のポジションに戻ったことになります。5番の小川は一旦下げて、さあどこで仕掛け直すか、縦一列の体型で鐘を聞きました。ジャンで5番の小川城太が発進です。さあ3コーナーから2センター、4番の瀬戸栄作がかかる前にと叩きに行く5番の小川、4番の瀬戸とのもがき合い、競争はいよいよ最終周回入りました。どうやら5番の小川が前を叩き切りますが、4番の瀬戸は番手飛びつくも、3番の網谷が番手しのぐか、そして7番の西川と2番の大瀬戸で3番手ももつれます。さあ最終バックから3コーナー、5番の小川、その後ろ3番網谷が番手を守って、7番の西川は3番手を取り切って、その後ろ1番の松本で4コーナーから直線コースです。5番の小川城太、5番の小川がどうやら押し切ったか、いやどうでしょう、3番の網谷の最後ハンドル投げ、1着争いを接戦です。4コーナーを回りまして、さあ瀬戸内ラインが後方からレースを動かしました。4番の鶴が突っ張るのかどうか、突っ張る素振りを見せ車を鶴下げました。鶴ラインが現在は 4、5番手のうち、外からは7番の森山、2番東屋の熊本コンビが上がっていきまして、2コーナー回るところ5番の佐伯を7番の森山が叩いて鐘を聞いて発進した4番の鶴が3コーナーです。さあ先頭に変わりました。7番の森山は3番手をキープ、5番の佐伯は5番手、競争はいよいよ最終周回です。さあ4番車鶴良成がかける展開になりました。地元1番の大竹が番手を回っていく、7番の森山が1センターから踏んでいく。さあ森山のまくり、1番の大竹が止めに行く。さあ外をイエローラインをまくっていく7番の森山、そして5番の佐伯も後方からの仕掛け、まずは熊本勢のまくりが決まる。5番の佐伯には1番の大竹がさばきに回る。4コーナーから直線です。先頭7番の森山、2番の東屋、熊本ワン通過、1着争いが微妙になった。さあ外へ振って牽制見せる九州ラインであります。4番の神奈川がどうするか、7番の総崎とともに神奈川も上がっていきました。まずは5番の坂本を神奈川が抑えて、さらにそこ7番の総崎が抑えるという流れになりました。従いまして四国勢が前段、そして九州勢が3番手以降の3車、坂本、柳田に岡山勢は後方6、7番手からどう出るか。坂本内を1車2車とすくっていきます。さあ4番の神奈川の内まですくっていきまして、中段が並走です。さあ5番の坂本は3番手の4番の神奈川合わされていきまして、外並走からまくっていけるのかどうか、5番の坂本の厳しい牽制です。逃げるは7番の総崎、2コーナーからバック戦。さあ5番の坂本が3番手からの先まくり、4番車の神奈川タイトもまくってはいきます。さあ3コーナー、5番の坂本のまくりに1番の原がスイッチ、番手の外には4番の神奈川、地元2番の牧はその後ろ、3番車の柳田には3番手、まずは5番の坂本か4番の神奈川か、両者の1着争いです。ゆっくり車を前と進めてくる。さあ前で構えるは4番の北村です。さあ第4周回、ここで4番の北村が一旦3番の松岡に突っ張ります。3番の松岡は一旦車を元の際4番手と下げました。4番の北村が先頭位置流しています。誘導は退避しております。
さあ残り1周半打勝です。3番の松岡がどこで再発進を取るか、4番の北村がそのまま逃がされる展開になるのか。2センターから4コーナー回っていく。さあどうやら北村と黄色腹をくぐって先行策です。3番の松岡は前を叩けず現在は4番手。最終1コーナーから2コーナーまくり上げていく。さあ3番の松岡、1番の大坪、その後ろ7番の小川、さらに5番の地元小岩と続いていくライン。2番の浜田が飛びつき、3番の松岡のまくりは決まって、2番の浜田の1番の大坪、大坪は番手守って3番手インに2番の浜田、外7番の小川直線、3番の松岡を最後1番の大坪がかわして1番3番。第9レースS級初日直線レースです。